次行こう。次、あ、じゃあ、しもさん。しもちゃん。こんにちは。こんにちは。僕あの今日2回目って言われたんですけど、1回目の記憶はあんまりすみません薄くて。頭ですか。はい。1回なんかね、あの田辺のなんか田辺夜のあの。はい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 、マッツンと2人で、はい、行ったあれですね、はいはいはい、あの時にね、ウインカーが外れてハイフラになって困ったんですよ。ハンバーの方から回ってそうそうそう、亀岡から回ってきました。はい、そのルートで帰ろうかな。ああ、まあいいですね。まあ京都のどの辺かわかんないですけど、市内でも西の方やったら結構、亀岡に近い方やったら早いかもしれないですね。あ、まあそんな変わんないですかね、うん、ですけど、まあ、はい、ということで、まあ京都市内、はい、市内です。市内から、はい、はい、シンプル、シンプル、もうフルノーマルです。フルノーマルでもないですよね。まあ一応グレードはターボ RS、 ターボ RS、 はい、四駆です。四駆、はい、こっちも四駆やったんですよ。あ、そうなんですね。四駆なんですね。別に雪は、うん、あ、雪通り、そっか、雪なんで、あの雪道走るように、なるほど、四駆にしたんですよ。で、四駆のターボが好きなんで、はいはい、結局四駆のターボあるのって、うん、あるとか、そうやね、うん、そう、インプ、ナエボ、やりするとしかない、そうそう、探していくともうそれしかない。そうすると一番走りやすいのが、そうですね、うん、維持費的にも考えたりとか、まああのおもちゃにできますよね、いい意味で。そう、一番おもちゃにしやすくて、で、あの乗りやすいっていうので、そうですね、うん、なるほど。いや、じゃあもう雪取り専用車両、まあファミリーカーということで、まあそんな足もベタベタじゃないし、そうです。これはショックは、はい、ワークスの純正に、はいはい、もうテクニカさんの、はい、あのローダーの差数が入ってる、はい、なるほど。そう、最初その車高調も入れてみたんですけど、はい、硬いのと、ね、やっぱり雪道とかね、街で考えると変に ABS で跳ねてしまって、で、はい、リアが、うんうん、あのターボ RS とかワークスとかでもそうなんですけど、四駆になった場合、うんうん、昔の ITL っていう旧式の、はい、あのサスペンション形式なんですよ。はいはい。だから FF とサスペンション形式違うので、うんうんうん、でそうするとあまり車高下げると本当にもサスペンション、そうそうやね、ストロークしなくなるんで、うん、でもあの純正のショックでノートローダウンさせてとどめました。はいはい。そこそこなんか遊べるんですよね、これで、うん、でまあ四駆の割にはまあまあ低いわね。そうですね、四駆の割には、ね、下がってる方という感じね、そっちの方が低いっていうところで、はい、外装はもうほぼノーマル、ノーマルね。はい。はい。後ろ行っても、後ろ行っても、あの、これ、リアウィングは違いますよね、これ、外品。外品です。テクニカさんの。ね、テクニカさんの。やつですね。ぐらいやね。そうですね。ほんとそうですね。はい。まあ、あとはもう、ちょっとオイルをちょっとこだわりのやつ入れてるぐらいで。はいはいはい。はい、エンジンルームも、エンジンルームね、まあ、もう、ほんとにノーマルなんですけど。はい。まあ、ちょっとバッテリーかな。はいはい、はい、エンジンルームは、あ、本当ノーマルですよね。はい、これ RS とこんな太いターボ入ってましたっけ。ターボはノーマルですよ、これ。へえ、うん、これがあの例のダイソーですね。はい、ダイソー仕様、ダイソー仕様入ってますよね。入ってますよ。ええ感じで、ええ感じです、ええ感じでね。はい、でバッテリーが、バッテリーもノーマルです、これノーマル、はい、ただあのアイドリングストップがついてるんで、はい、だからあのバッテリーまあまあ、 あの普通 の、 そのアイドリングストップができるノーマルのバッテリーしかですけど、なるほどね。この辺はこれはこれね、昔ちょっとあのコンデンサーつけてもらって、はいはい、もうちょっと外してるんですけど、はい、ちょっと中速域が上げられる、はいはい、あの友達が作ったコンデンサーがあって、なるほど、はい、つけてみて、ちょっとなんか今ちょっと車壊してから つけ直したら、うん、あのなんか中速でっていうか、なんか変なところ中速でエンジンが一回カットするような症状が出たんで、はい、外したんですよ。外したっていうことね。もうノーマルですよ。そうです。あとは銀コーティングのあのアースアーシンですね。はい、ね、まあノーマル、ほんとノーマルです、これ。まあ運転はしやすいようにちゃんとバケット入ってますっていうのと、さっきもちょっと見せてもらったんですけども、はい、あのシフターね、そう
中のシフトですね。シフトはね、はい、結構考えて作ってありますよ。だいぶこれはね、軽量化で、はい、要所要所で作ったシフトですね、はい、結構運転しやすいですよ、これ、うんうん。じゃあこんな感じで、まあまあまあシートぐらいでね。そう、シートぐらいですね、はい、はい。まあ雪降るの楽しみですね。まあ、まだまだ暑いですけど、まだまだ暑いですけど。年明けてからですね。はいはいはい、年明けてからね。はい、京都どの辺？京都西向くです。向こうが。あ、東やね、だいぶ。東、まあそうか、ね、まあ、東やね。ど真ん中なんで。雪降らないでしょ。でもちょっと小一時間走ったら、ああ、山の方山の方ですね。ですからね。はいはいはい、ええ、全然。なるほど。行きますよ。はい。雪道で、はい、またこう楽しまれること、はい、今年はちょっとできるかどうかわかんないです。去年はね、結構雪降りましたから。降ってましたね。ね、うん、はい、また今年も雪降ったら、そうですね。楽しみにしといて、ありがとうございます。はい、ちなみにこれ雪降ったらタイヤどうするんですか？タイヤはスタッドレスタイヤにもちろん変えます。変えますよね。はい、もうこだわりのブリヂストンに。BS でね。もうやっぱりブリザックが一番。ブリザックがね。はい。わかりました。じゃあちょっとあの雪取り、はい、あのメガンようにだけお願いします。はい、ありがとうございます。